はい、皆さんこんにちは、たびくまです。私は今台湾の台北に来ています。今回はですね、台北の滞在期の後編になるわけなんですけれども、前編はですね、台北到着してグルメなどをやっておりますので、そちらの方もしご興味のある方はぜひぜひそちらの方もご覧になってみてください。今回ですね、台北の滞在期後編としまして、台湾台北の有名観光地九份に向かいたいと思います。それとですね、また夜市のグルメなども合わせてやっていきますので、皆さんもぜひ最後までご覧ください。はい、それではですね、ここはですね、台北の地下鉄の西門駅、西門と書く西門駅の2番出口ですね。見るかな、2番出口なんですけども、まあ、そちらから降りたと仮定しまして、バス停に向かいます。九份まではですね、今は直通のバスが出ているということで、そちらの方を利用して今回行きたいと思います。バス停はですね、地下鉄を降りてすぐにもう見えてくるんですが、そこではなくてもう一歩先みたいですね。ここだと目的のバスが止まってくれないみたいなので、その先のバス停まで向かいます。1個バス停を過ぎまして、ちょっと大きめな交差点信号を渡ります。はい、信号を渡ってちょっと行った感じですね。こちらです、このバス停ですね。それでですね、バスの番号は965ですね、965番のバス。はい、このボードだとあと7分って書いてありますね。965のバスに乗ります。はい、965番バスはこんな感じですね。今この西面のバス停からずっと行って、まあ、途中高速乗るみたいなんですけど、ここまでですね、九份老街と書かれているここまで向かいます。値段はいくらだったっけかな、ちょっとね、また乗ってからそれはお伝えしたいと思います。はい、965のバス来ました。ヨーヨーカーで乗っちゃいます。はい、九份老街、オールドストリートということで、到着いたしました。バスでですね、75元だったかな。で、現在時刻は13時13分ということで、約45分から50分で、ここまで到着することができました。結構寒いですね。はい、じゃあね、また、9分の街歩きですね、今回行ってみたいと思います。はい、バス停からちょっと上に歩いていくと、こういうふうにセブンイレブンがあるので、その横から入っていくみたいですね。はい、このセブンイレブンは入る前にですね、ここにトイレがありますので、街に入る前にね、トイレが心配だということは、もうね、入る前に行っておくといいでしょう。それでは中をどんどん歩いていきます。いろんなお店ありますね、トーファとか、これはジュース屋さんか。あ、八角の匂いもね、して台湾っぽさが出てますね。やっぱりだいぶ混雑はしてきてるみたいですね。それでもまだ多分ね、マシだ方だとは思いますけれども。一応今平日の昼間に来ています。アイスクリームか。ちょっとね、今日寒い感じがするんで、もし食べるならなんかちょっとね、あったかいものの方がいいなっていう気はしてますね。郵便局もありますね。はい、ちょっと開けましたね。一応奥にね、海が見えてます。見えるかな。はい、こんな感じのところです。はい、じゃあね、まだまだ奥があるので行ってみましょうか。なんか結構いい雰囲気出てきましたね。
ここにね、展望台があるんですね。なるほど。あ、なんかよくガイドブックで出てきそうな雰囲気はこんな感じなのかな。はい、あいにくの雨ですけれども、なんでも9分は1年間で400日雨が降るっていうふうにね言われてるようですね。なのでまあ雨でも全く問題ないでしょう。9分です。タロイモですかね、タローボールって書いてありますね。ちょっと面白そうだから食べてみますか。はい、タロイモボール買いました。ですね、ちょっとねこっちの方が眺めの遺跡があるよっていうことで今奥に行ってます。すごいですね。こっちの端っこが一人でも座れそうかな。タロイモボール小豆入りですね。美味しい。お汁粉に近いですね。すごい美味しい。あったかくて美味しいですね。冷たいのもあるみたいです。はい、美味しかったし何より温まりましたね。これでですね55元ですね。なので250円ぐらいかな。はい、です。はい、それではですねまたちょっとぼちぼちゆっくり街を9分の街を歩きながらですね降りていきたいと思います。本当にいろんなお店がありますね。はい、これでまた、9分の、ね、入り口戻ってきました。さあまた帰りもねバスで帰りましょうかね。はい、あのセブンイレブンから、少し上がってきたバス停、ここから乗ってみたいと思います。はい、帰りのバスもですね965が早ければそれに乗ります。1062にしようか迷ったんですけども、965でもまたね速攻で帰れると思うんでそれで帰りたいと思います。965のバス乗りました。965のが先に来たんでねこっち乗りました。はい、会議はですね、ちょっと道路混んでるんで北門の駅ですねで降りました。ここからちょっと地下鉄で移動します。バスここまではですね、75元だったかな、確かそのぐらいですね。地下鉄のゴンガン駅降りました。4番出口ですね。はい、地下鉄ゴンガン駅、4番出口から歩いて2、3分ですかね、2分ぐらいで今回やってきたお茶屋さんですね、ハッピーレモンやってきました。前回はですね、ウーシーラン、50嵐とかウーシーランによく来たんですけれども、今回ちょっとこちらおすすめされまして、初めて来てみました。それでは何を飲もうかな。ウーロン茶がね、とてもこだわりがあって美味しいということですので、ウーロン茶に関するものを飲みたいんですが、どうしようかな。ちょっと今寒いんで、あったかいのを飲ませてもらいましょう。ブラックティーもいいけど、どうしようかな。はい、あったかい、ということですね。あったかいミルクティーと、こちらですね。ワッフル、オリジナルのワッフルをいただきます。はい、先にね、ワッフルオリジナル来ました。これで60元だったっけな、280円ぐらいですね。こんな感じでですね、結構でかいですよ。香港とかでね、確か見たことありますね。なんかこういったワッフルというかね、美味しそう。いただきます。はい、お茶も来ましたね。いただきます。あったかいのにストローが来た。いや、ちょっとストロー使ってみますかね。一応ストローも飲んでみます。一応ね、店員さんに気をつけてねとは言われましたけど、熱いんじゃなくてあったかいぐらいでね、すごくちょうどいい。ストローで飲めますこれ。なんかあったかいのをストローで飲むって感覚ないじゃないですか。すごい飲みやすい温度です。はい、次ワッフルね、これいってみましょう。こんなでかい、このままかぶりついてちょうどいい感じです。このね、端っこの皮の部分がサクサクしてて、ここの真ん中ね結構ふわふわで美味しいです。
なんか卵の風味というかカスタードっぽい味がしてね、すごく美味しいで、ね、甘すぎないんですよね。紅茶なんですけど、ブラックティーのでミルクなんですけども、甘すぎなくてね、すごく美味しいんですよね、うん、ちゃんと紅茶です。美味しい。はい、ハッピーレモンさん美味しかったです。でもですね、ここやっぱりウーロン茶ですね。なんかこう泡の立つウーロン茶ですかね、それがね美味しいらしいんですよ。また来たいと思います。はい、じゃあまた地下鉄乗ってですね、ちょっと一旦ホテルに戻ります。はい、時刻は17時48分。もうすっかり暗くなりましたね。また、ですね、夜市に、来ていました。今回の、滞在記のですね、前編の方でも、もう来てるんですけれども、総場外夜市ですね。今回、ホテルのすぐ近くに、こういったね、ちょっと小規模ではあるんですけど、夜市がありまして、なかなか美味しいものが揃っていそうな感じです。昨日食べた小籠包屋さん、なんか閉まってますね。あ、昨日食べられて本当良かったな。こんな感じでやってたりやってなかったりっていうのもね、結構あったりするんで、食べたいってもあるものはね、なるべく先に食べちゃった方がいいかもしれないですね。ただね、準備が完全に終わってない感じですね。まだちょっと早いのかもしれない。こちらの総場外夜市って夜だけじゃないんですよね。朝とかお昼も屋台が出てて、もう24時間で何かしらの屋台がね開いてるっていう、そんな感じみたいですね。こういうのも美味しそうですね。ケバブって書いてあるな。あ、なんかこういう饅頭も美味しそう。ここは蒸し餃子のお店か。ここはイカアンケスープってありますね。チャーハンなのかな、これは。フライドライスって書いてあるから、やっぱそうですよね。ここ気になるんですよね。後でお持ち帰りで食べようかな。こっちはステーキ。ジーローハン、ルーローハンとかね、いろいろあります。はい。夜市の屋台、こんな感じですね。ただですね、この周りも結構ね、飲食店があったりするんで、ちょっとね、他のお店とかも見ていきましょうか。牛肉麺もありますね。これはドーナツか。これは何だろう、宝くじなのか。なんかこうね、夜市とかって見てるだけでも楽しいですね。和風カレーってあるな。何だろう、あ、カツカレーとか牛すじカレーとかあるんだ。台湾でカレーって食べたことないですね。ちょっと気になるな。これまた夜市の方に、屋台の方に戻って軽くなんか食べたい感じですね。コーヒー屋さんもね、結構あったりするんですね。あ、で、そう、昨日ここの、小豆餅、まあ、今川焼きとかですね、それ昨日ここ食べましたね。ここでね、あの、蒸し餃子、ちょっといただきます。彼女のキャベツ豚肉ってやつですね。シェシェイ。はい、来ました。早速来ました。これですね。あ、美味しそう。じゃあね、これいただいてきます。あ、醤油がね、結構薄い。色が薄い感じ。これいいな。じゃあ、いただきます。こんな感じですね。わ、湯気がすごい。いただきます。うん。熱いけどうまい。うん。結構キャベツが効いてます。熱々ですごい美味しいです。なんか、こういう屋台の雰囲気いいですよね。屋台夜市か。お値段は55元です。だから240〜250円ぐらいですかね。あ、もうちょっと安いか、200〜230円かな。そのぐらいだと思います。うん。これで 8個。ちょっと小ぶりな餃子が8個です。はい、蒸し餃子いただきました。こういったお店ですね。すごい美味しかった。ごちそうさまです。夜市なんでね、うん、ちゃかちゃか行った方が面白いですね。で、基本的に台湾ってあれですね、食事し終わった後そのまま食器とかそのまま残しておいていい感じみたいですね。はい、まずね、夜市でちょっと蒸し餃子をね軽く食べて、実はちょっとね食べたいものがあるんですよ。まあね、お昼も食べたんですけども、杏仁豆腐です。で、こ
この先にですねちょっと狙ってるお店があって、そこの杏仁豆腐をねずっと食べたくて、それでコロナになっちゃって、でもここ食べたくて食べたくてっていうので、やっと来れた感じですね。お店がもう目の前にあります。何て言うかちょっと分かんないんですけども、とりあえずね杏仁豆腐、スイーツ屋さんみたいですね。かき氷とかもやってるみたい。杏仁豆腐行きたいと思います。これですね、杏仁豆腐がトップワンってあるけど、こちらに小豆のもあるんだ。小豆の美味しそうだな。じゃあちょっと入ってみましょうか。はい、お店の奥はですね結構イートインスペース広いですね。こんな感じになってます。で頼んだのがですね、小豆入りの杏仁豆腐ですね。値段は85元、だから400円ぐらいかな、400円弱ぐらいだと思います。杏仁のスープの中にこういう杏仁豆腐が入ってるわけです。じゃあこれいただいていきたいと思います。よいしょ。個人的には念願の杏仁豆腐です。いただきます。もっちもち、すっごい美味しい。誰だったかな、誰かの動画で出てたのを見たんですよ昔。それでねここ行きたくて行きたくてね、やっぱり、ね、噂通りもちもちでした。すごい美味しい。美味しい杏仁豆腐です。杏仁、台北って、台湾って杏仁豆腐美味しいお店いっぱいありますもんね。そういうねスイーツショップみたいなのがこういっぱいあるんで、いろんなところに。ゼリーっぽくないっていうか、ちょっとね柔らかいお餅みたいな感じ。ゼリーみたいな硬さは全然ないです。本当にふにゃふにゃっとしてるんですよね。それでちょっとねお餅みたいなもちもち感がねすごいあるんです。あ、美味しい。スープも美味しい。スープというか杏仁茶というか、この液体の方も美味しいです。はい、杏仁豆腐やっと食べに来ることができました。はい、それではですねもうちょっと回ってみましょうかね。こういう路地のようなところに結構お店あります。これはカレーだ。結構ね日本式のカレーみたいな名前で結構お店ありますね。この辺今の通りだけで3店舗ぐらいあったかな。この市場も本当いろんなものがありますね。こういうアクセサリーの目の前に東派のお店があったりとか、こういうぐちゃぐちゃ感が面白いですね。さてちょっとですね腹ごなしってわけじゃないですけれども、マッサージをねまたちょっと行きたいと思います。今日はねもう足のマッサージだけ、もうねこの夜市のすぐ脇にあるのをさっき見つけたのでそこに行きたいと思います。ここですね、山陽っていうものかな。ここにちょっと行ってみたいと思います。料金はこんな感じですね。足裏マッサージ40分500円、これをお願いしました。はい、マッサージ終了しました。もうね、オーナーのママさんが普通に日本語使えるので全く問題ないというか、良かったですね。はい、それでは、夜市でちょっと何か買って帰るか、何か食べていくか、ちょっとねまたお腹余裕ができたんで何か食べていきたいと思います。ちょっとまたね雨がポツポツ降ってきたんで何か買って帰りましょう。ここやっぱりここのチャーハンがねすごく気になるんで、はい、一応ねチャーハンを頼んでみました。台湾のチャーハン美味しいですよね。雨も強くなってきましたけども、夜市の人の出もねかなり多くなってきましたよ。あんまり台湾の人って自炊をあんまりしないみたいなんですね。まあいい悪いところは別にして、そういうのでこういうので夜市っていうねご飯食べるところがいっぱいあるみたいなんですね。チャーハン買いました。中で食べれるお店じゃないんで、これはねもうホテル行ってホテル帰って食べます。それじゃあちょっとホテル戻ります。はい、じゃあホテル戻ってきました。最後にねチャーハンを食べたいと思います。じゃあオープンってこっちか、よいしょ。あ、ちょっとしっとり系なのかな。じゃあちょっといただきましょうか。美味しそう。美味しい。チンジャオロースみたいな感じですね。こういう細長いお肉が入ってる感じです。チンジャオロースですね。確かにしっとりじゃない、意外にパラパラ系ですね。ね、味付けはねそんなに濃くないです。それでもしっかりちゃんと味がついてる感じがするから
台北来たらチャーハンかなって思いましたね。ちなみに値段はこれで100元です。だから450円ぐらい、450円ぐらいだと思いますね。うん、すごく美味しい。はい、夕飯後にまったりしてましたが、またちょっとホテルを出て散歩に来てしまいました。時刻は、夜の9時半ですね。21時30分です。あ、21時46分か。だいぶ遅い時間になってきましたけれども、まだまだ夜市にはね、このように人がたくさん出ています。むしろさっきより多いんじゃないかなっていう気もしますね。たこ焼き美味しそうだな。たこ焼き買ってってみようと思います。じゃあ、シシー、ウーロンミルクティーとそれとたこ焼きですね。まあ なんで台湾まで来てたこ焼きなんだろうって気もしますけど、まあちょっとね、美味しそうだったんで食べてみます。うん、よしよし。ちゃんとたこ焼きマヨネーズもかけてくれましたね。じゃあいただきます。いわゆる外がカリカリしてて、中結構トロッとしてますね。美味しい、美味しいわ。うん、で6個入りで55元だから250円ぐらいですね。はい、こんな感じです。美味しいですね。でも、はい、時間夜10時に回っちゃいました。夜食になっちゃいましたね。はい、はい、じゃあ以上で、ですね、台湾2日目ですね、今日はこれで終了とさせていただきたいと思います。それではどうもおやすみなさい。はい、おはようございます。台北3日目最終日の朝ですね。ですね、お昼過ぎ午後にですね、ちょっともう空港に行くわけなんですけれども、まずは朝ごはん行きましょうかね。はい、ちょっとお店で食べるか持ち帰って食べるか、いろいろ候補は考えてるんですけども、これがサンドイッチっていう意味みたいなんですね。これがちょっとね、行ってみましょう。はい、サンドイッチを今作ってもらっています。ハムサンドと肉そぼろサンドかな、それとコーヒーと、なんかね、ミロみたいなものなんだそうですね。これをいただきます。はい、サンドイッチと飲み物買いました。じゃあこれはですね、またホテルで食べようかなっていうふうに思います。早朝が夜市、朝の様子はこんな感じですね。こういうふうに朝でもというかね、昼でも空いてるお店が結構というかね、まあぼちぼちある感じですね。真ん中にあるのは全部屋台ですからね。こういうふうに区画があるんですよね、黄色い線で。でちょっとわかんないかもしれないですけど、番号とかもね、決まってるみたいで、朝と昼と夜とで屋台が入れ替わっていくみたいです。はい、ホテル帰ってきました。サンドイッチとね、飲み物です。まあこれが飲み物と、サンドイッチはこんな紙で包んでくれてますね。もう普通の食パンですね。普通の食パンをトーストしてもらって、でハムとチーズと、結構いろいろ入って、しかもパン3枚分ですね。はい、こんな感じです。じゃあちょっといただきます。うん、ピーナッツバター入ってますね。多分ちょっとね、ほんのり甘い感じ。うん、本当に具はもうオーソドックスで、あ、薄焼きの卵とハム、それとトマトとキュウリでマヨネーズでね、多分ピーナッツバターも塗ってありますね。うん、あ、これ美味しい。飲み物の方も、うん、やっぱミロみたいなやつですね。多分ミロとは言ってなかったんですけども、味は結構ミロに近いです。とチョコレートまで濃いわけじゃないですけども、本当に、うん、ミロっていう感じですね。はい、朝食です。で、サンドイッチがハムは55元で、こっちの飲み物が25元で合わせて80元だから、380円ぐらいかな。うん、そのぐらいだと思います。はい、美味しいです、サンドイッチ。はい、アロフトホテルですね、チェックアウトしました。でですね、今このこちらのファミリーマートで、これですね、IC カード、ヨーヨーカーのチャージをしました。で、前回ね、台湾来た時にちょっと勘違いしてて、コンビニでできるの知らなくてね、視聴者さんに教えていただいて、今回、コンビニでチャージをして、これからまたバスで空港へ向かいたいと思います。はい、この大きな交差点のここにね、
あの道の真ん中にバス停ありますんで、そこから乗っていきます。はい、1841のバス来ました。乗ります。はい、車内はこんな感じですね。あの松山空港ですね、ソンシャン空港と桃園、タオヤン空港の間を結んでるバスです、この1841っていうのは。ただあの直行ではなくて、途中何か所か空港の近くに泊まっていく、そんな感じです。谢谢。全票下车。時刻は12時14分ですね。約50分で台北タオヤン国際空港のターミナル1に到着します。今回出発はターミナル1ですね。はい、それではちょっと中入ります。はい、ここまでのバス代ですけれども、ちょっとねよく詳しくみんな忘れちゃったんですよね。行きと同じであれば115元なんですよね。多分そのぐらいだと思います。115元だから、500円ぐらいですかね。そのぐらいで、空港都市内に来たことになります。はい、それではですね、タオヤンの国際空港に到着したところです。今回の台湾の台北の、ね、滞在期、こちら後編になると思うんですけども、いかがでしたでしょうか。ね、ちょっとねまだグルメでもね回りきれてないところとかもねまだまだあるんで、今後もねちょっと台湾の方に、台北の方にはね頻繁に遊びに行きたいと思います。はい、それではですね、今回の動画この辺りで失礼させていただきます。次はですね、ここ、タオヤンからですね日本に帰国するわけなんですけども、東京に帰るわけではありません。次はですねピーチですね、ピーチアビエーション LCC ですね、これを使って沖縄那覇へ向かいます。まあ、なんでね東京に帰らないのかっていうことはちょっとまたね次回の動画でお伝えしたいと思いますけれども、まあね安く移動するためっていうあの大きな理由もあるんですけども、それ以外にもピーチを使った方が交通法なことっていうのはいろいろあるということが分かってきましたので、その辺はまたね次回の動画でお伝えしたいと思います。はい、それでは今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。 Twitter、Instagram もやっております。フォローとチェックの方合わせてよろしくお願いいたします。この動画に対するコメント、高評価いただきますと大変励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。